はい、後半戦のスタートということですけども、私が終わると、もうあと3席ということになりますので、最後まで気を確かに持っていただいて、もうちょっとでございます、ゆっくり楽しんでいただきたいと思います。今日は食べ物のお話ということですけども、食べ物のお好み、まあ、これはいろいろありました。おい、お前さん食べ物では何が好きだ。え、俺、あら、やっぱり獅子だな。獅子、えらいもん食ってるね。で、何、こう鉄砲かなんかで撃って、いえいえ、俺これ指でつまんで食ってる。お前ね、それはね、あの獅子じゃないよ、寿司だよ、寿司。え、なまってんな、おい。え、お前さんは中華料理食ったら一番うまそうだ。中華じゃ何が好きだ。え、俺だったらぼた餅。おい、しっかりしろよ、ぼた餅中華料理じゃねえよ。え、お隣は、俺は天ぷら。しぶきが飛ぶね。え、普通に喋る、普通に天竜下りしよってんじゃねえんだから。あ、お隣なんだ、俺はやっぱり刺身だな。えらい、飯によくって酒にいってんだから。ああ、やっぱこうわさび引かして、ああ、俺はジャムつけて食ってまあお好みはいろいろなんですけど、麺類、これもなかなかバカにはできません。で、関西の方ではうどん、関東の方ではおそば、まあ、こういったものは好まれます。まあ、江戸の人というのは昔風邪でも引かないとなかなかうどんというのは食べなかったそうです。若い者がうっかりうどんなんか食べてますと、うどしてん、うどんなんざ食べて風邪でも引いたのか、たるんでんな、意味もなく怒られたということもあるそうです。お味のお好み、これもだいぶ違います。まあ、と言いますのは、江戸時代、北前船というのが発達をいたしました。北海道で取れます良質の昆布、これを北前船に乗せてまず日本海の方に運んでいきます。北陸越中富山、こちらの方でまずどさっと下ろされます。ですから今でも富山県というのは昆布の消費量が、まあ、日本一という県なんですね。それから今度は九州の方に参りまして、鹿児島、薩摩、こちらの方でまたどさっと下ろされます。それがまた今度は琉球貿易伝わりまして、沖縄の方に運ばれます。ですから沖縄県というのも今でも一二を争う消費県、こういうことになっております。で、今度はこれが太平洋の方を回りまして、上方、なにわ、大阪で下ろされます。ですから関西というのはやはり、昆布だしということになるんですね。もう江戸の方に下ってくる頃にはいい昆布は残っておりません。まあ、片や土佐の高知、遠州御前崎で取れますカツオ、このカツオから作られます良質のカツオ節、まあ、これが江戸の方に下ってまいりますので、まあ、江戸というのはやはりカツオだしということになります。またその当時、千葉の野田、銚子、流山、まあ、こういったところで非常にいい醤油とかみりんができるようになりました。ですから、まあ、今でもそうなんですけれども、濃い口の醤油、砂糖、みりん、まあ、こういったものを作りまして、使いまして、返しというものを作りましてね、まあ、これを、まあ、先ほどのカツオだしで割って、まあ、お蕎麦のタレや、おつゆを作るということになりますから、まあ、どうしてもこう甘辛はっきりした、ちょいと濃いめの味付けということになります。関西の方はどうかと言いますと、先ほどの昆布だし、まあ、こちらの方を、薄口醤油、お塩、お酒、まあ、こういったものでどちらかというとこう味を整えるという感じになりますので、だいぶ味わいの方は違ってまいります。江戸時代というのは火事が大変に恐れられておりました。まあ、ですから、まあ、冬の寒い晩でも一般のご家庭で夜こう煮炊きをするということはあまりなかったそうです。まあ、ですから夜に売り歩きます煮八そば、まあ、これは大変に重宝がられたそうです。二八の十六文で商いますので煮八そば、あるいはそば粉が八分、つなぎのうどん粉が二分などで煮八そば、まあ、諸説はいろいろありますけれども、冬の寒い晩に遠くから聞こえてまいります煮八そばの売り声、まあ、これもまた風情があったそう。そばおい、そばさん、何ができるんだい。へい、腹巻きにしっぽくでございます。お、しっぽく一つ頼むぜ。ああ、いや、どうも今日は寒いな。ああ、お寒いございますな。お、暑いの一つ頼むぜ。どうで、景気の方は。いけませんな。あ、そうかい。まあ、でもな、心配することはねえよ。同じことがずっと続くってことはねえんだ。悪いやと必ず良くなるから。だからな、商売は飽きずにやんなきゃいけねえよ。飽きねえってくれだからな。あ、お客様はうまいことをおっしゃいますな。勉強になります。よせよ、お前勉強だなんてよ。え？お、なんでお前のところのあんどん変わってんな。え？こう、的が書いてあって真ん中に小屋が刺さってて。
なんだよこれ。屋号アタリアと申します。アタリア、なんか嬉しいじゃねえか。いや実はよ、大きな声じゃ言えねえんだけどな、今日俺脇に行ってよ、ガラガラ勝負なんてちょっと悪さしようってんだ。ああそこでお前アタリアなんとも縁起がいいじゃねえか。ああ俺そこで読むからズバズバズバッと大当たりになってよ。この案と見たらまた寄らせてもらうぜ。はい、ありがとう存じます。お待ちどうさまでございます。お、早えなあ。こうやって一つ二つ世間話してる間にお待ちどうさまなんてね、嬉しいじゃねえか。なあ、こちとら江戸っ子だ、神田の生まれた気が短いんだ。頼んだものがなかなか出てこねえ、催促してやっと出てくるなんて言ったら、そりゃうべえもんまずくなっちまうぜ。うん。お、なんでお前さんとこ割り箸使ってんの。へえ、大したもんだね。この辺ね、屋台のそば屋たくさん出てるけどね、割り箸使ってるところは少ねえよ。もう大概が割ってある箸。それもお前、ろくすっぽ洗ってねえんだもん。あれ気持ち悪くていけねえよ。誰が使ってんだか分かんなくて。なあ、割り箸はきれいごとでいいや。お、お前さんとこいい丼使ってるね。これで揃えてんの。へえ、大したもんだね。この辺りのね、屋台なんかろくな丼使っちゃいねえよ。うん。物は器で食わせるってんだな。あ、器がいいとよ、中身が余計うまく感じるってもんだ。本当だぜ。いい匂いだ。そばさん、かつお節おごったね。うん、この辺のそば屋なんかね、だしの匂いなんかしやしねえよ。お湯入れてるみてえなもんだもん。なあ、俺はねそば食いだからね、匂い嗅いだだけで大概うまいかまずいか分かっちまう。何しろね、新そばの頃にはね、信州、そう信濃信州までそば食いに行くぐらいだから。これは楽しみだぜ。なあ、お次いただくぜ。うまい。お前さん分かってるね。俺は江戸っ子だからね、こういうね、ちょいと甘めの、ね、甘辛はっきりした味が好きなんだ。この辺ね、なんか変に薄かったり、ただ甘ったるかったり、悪塩辛ったりする方が多いんだよ。こういうのなかなかねえんだ。ああ、生は大したもんだ。うん。お、で、また蕎麦が細えな。この辺よ、お前、うどんじゃねえかと思うの結構あるぜ。なあ、あんなもん江戸っ子の食い物じゃねえやな。蕎麦は細えのがね、うちだ。うん。口の中でもポキポキいったろ。うん、こうでなくちゃいけない。うん。うん。あったまるなこれな。お、なんでお前さんとこお前ちくわぶこんなに熱く切っちゃっていいの。あ、大したもんで、この辺のね、蕎麦屋なんかひどいよ。薄いもんだよ。立ってられねえんだもん、髪みてえだもん。あれ痛々しくっていけねえよ。そうか、大したもんだね。うん、うん、間違いない、本物のちくわだ。うん、あのね、ここのところね、まがいもんが結構出てるよ。あのちくわぶっての、あれいけねえよ。ちくわぶはなんで、だいたい病人の食いもんだもの。そうか、お前さんこれ大したもんだぜ。屋台のそばにしたらこれは大変なもんだ。うん。うん、うん、頭のこれ、うん、ああ、困った。ごちそうさん、もう一杯って言いたいとこなんだけどよ、実は脇でまじいそば食ってきちまってよ、これ口直しだったんだ。一杯で勘弁してくんな。ありがとうございます。いくらだい。16文を頂戴いたします。お、銭は細けんだ、数えてくんな。いくぜ。ひふみよいつむななや。おい、今何時だい。9つで。とう11、12、13、14、15、16。ごちそうさん、あばよ。って言って、言ってしまいました。これを最初から最後までずっと見ていたのが、落語の世界の立役者、与太郎というものでした。もうずっと見てるんですね。暇なんですな。なんだなろ、ペラ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 、パー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 と。ああ、よく喋ってきやがったね。蕎麦屋さん寒いなだってよ。バカ野郎、蕎麦屋が寒くしたわけじゃねえや。商売は飽きずにやんなきゃいけねえよ。飽きねえってくれだからな。聞いた方なこと言い合ってば。あんどん褒めてやがったね。こう的に矢が刺さっていて縁起がいい、うん、俺は今日脇に行ってこんなことやってなったもんね。あの狐つきみたいな格好してやったな。
えそこでズバズバズバッとアーハの歯、何が楽しいんだかさっぱり分かんねえじゃねえか。またそばのこと褒めてやがったね、どこでもいいけど、え割り箸がきれいごと、器がよくって匂いがよくって出汁が効いている、うん、で何あんなのなんか信州なんとかまで食いに行くとか言ってやがったな、うん、でつゆの甘辛の加減がよくってそばが細くってちくわが厚くって本物だ、まあよくもペラ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 パー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 と、褒めてきやがったね。俺はね食い逃げじゃねえかと思ったよ。食い逃げだったら捕まえてやろうと思ってたんだよ。金払ってきやがった。何もお前金払うんだったらお前女に褒めることはねえじゃねえか。ああ蕎麦屋さんいくらだよ。バカ野郎、お前屋台の蕎麦なんか16万に決まってんじゃねえか。ああジェニア小間健太手出してくんな。だって何言ってんの、一両小判で蕎麦食いに来るようなさかいねえよ。本当に子供みてえに風邪やんて。ひふみよいつむななや、蕎麦屋さん今何時だい。はい9つです。当11、12、13、14、15、16。あんな野郎変なとこで時数えやがったね。あんなことしてお前間違えたらどうすんだ。蕎麦屋さん行くぜ。ひふみよいつむななや、おい今何時だい。へい9つです。当11、12、13、14、15、16と。ほら見ろ、なんか一問合わねえじゃねえ。あんな野郎一問間違えやったな。すみません行くぜ。ひふみよいつむななや、おい今何時だい。へい9つです。とう11、12、13、14、15、16。やっぱ一問あれよ。あの野郎ざまみやがれ、一問間違えた。あの野郎一問少なく間違えやがれ。あの野郎うめえこと一問かすみ取りやがったな。あれ蕎麦屋一生気がつかねえよあれ。面白い、俺もやってみよう。まあ寄せばいいんですけれど、まあ、その日は細かい持ち合わせがありません。翌日たっぷり用意をいたしまして、もういても立ってもいられません。昨日よりちょいと早く家を飛び出しました。そばおい、そばさん、そばさん、そばさん、おい、そばや、そばや、ちょ、そばや、そばや、ちょっと待って、そばや。何、何をするんですか、何ですか、一体。何ですから、どこの野郎。お前、こんな夜中にそば屋捕まえてな、焼き場に行くにはどう言ったらいいんでしょうか、なんて聞こえがねえじゃん。そばが食いてんだよ。何ができんだよ。ああ、お客様でございました。花巻にしっぽくですよ。おう、しっぽく一つ頼むぜ。いや、そば屋さん、どうも、今日は寒いな。いや、今日は暖かいですよ。そう。寒かったな昨日だ、今日はあったけんだ。これやり、これやり、うん、どうだよケーキは悪いだろう。まあ、世間じゃいろいろ言っておりますけどね、まあ、うちお得意様いっぱいいるんで、まあなんとかやっております。あそういいの、あまあでもね、あの心配することはねえよ。同じことがずっと続くってことはないんだからね。いいやと必ず悪くなる、心配することはない。こんなことは心配しておりませんけど、ね、だからよ、悪くなったってまた良くなるってことだよな。だから商売は飽きずにやんなきゃいけねえよ。飽きないって申しますからね。なんだお前知ってんのか。お、なんだお前さんとこなんだ変わってんな。こうまとが書いてあって、矢が、ん矢も何にもねえな。なんだよこれ。あの矢号を的屋と申しますんだよ。的屋、矢がねえの、やだねえ。だけどよ、普通よ、これ的が書いてあったらさ、こう矢かなんか刺さってて当たり矢とかって言うじゃねえの。お客さん、うちも食い物商売ですからね、当たり矢っつうのはちょっとどうも。そうだな、俺が悪かった。ああ俺の考えが足りなかった。うん、その通りだ。ああでもよ、的やってな嬉しいじゃねえか。ああ、実はよ、俺大きな声じゃいけないんだよな。今日脇に行ってよ。お前こんなことしようと思ってんだよ、お前よ。そこでお前、俺はこう的になってズバ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 ズってこうよ。何がおかしいんだ、すっぱりわかんない。まあでもよ、ああこうやって一つ二つ世間話してる間によ、お待ち遠さまってのは嬉しいじゃねえか。なあ、こっちとら江戸っ子だ、気が短いんだ。なあ、頼んだものがなかなか出てこねえ、催促してやっと出てくるなんたら、それはうめえもんもまずくなっちゃう。おい、あのそろそろできないのかい。ああ
岩さん、湯が冷めてしまいましたんでね、今ちょっと起こしておりますので、少々お待ちください。あ、そう。あ、いいよ、いいよ、ゆっくりやってくれ、ゆっくり。なあ、うん。俺、江戸っ子だけど、毛が長い方だからな。ほら、江戸っ子、端っこだから、俺。先住だから。な、うん、いいんだ、いいんだ、ゆっくりやってくれ。寒いなってやったけっていうしよ、景気はどうだってやいいっていうし、屋号はまとやがってよ、調子狂っちゃう。梅は咲いたか、桜はまたかいなと、お蕎麦もまたかいおいくらなんだって遅くねえかい、お待ちどうさまでございました。おお、催促したみてで悪いな。ああでも嬉しいのはよ、まずこの箸だよ。え、この辺ね、屋台のそばでたくさん出てるけどね、割り箸使ってるとこは少ねえよ。もう大概が割ってある箸、それも六すっぱ洗ってねえんだ。あら、気持ち悪くていけねえよ。誰が使ってんだか分かんねえもん。そこ行くとお前さんのところはお前見事に割れてるね。え、真っ二つだね。いいんだいいんだ、この方が割れて間がなくてな。先っちょにネギがついてんだけど、洗ったのか。洗いました。あ、そう、まあいいや、振っときゃな、うん、取れないね、これなかなかね、うん、だいぶ前ならこれちょっと割り気持ち悪いけど変えてくれこれな、うん、おお、いいじゃねえ、うん、これいいんだいいんだよ、お前箸食うわけじゃねえんだからな。まずは器だよ。あのね、物は器で食わせるってんだ。器がいいとね、中身がよりうまく感じるってもんだぜ。ほんとだよ、この辺のお前屋台なんかろくな丼使っちゃいねえよ。そこ行くとお前さんのところはお前汚ねえな、これなんだこれでお前人に物食わせんの。え、真っ黒じゃねえ、これなんか漆かなんかかかってんのこれ。そんなことありません。その上なんか欠けてるね、ここね。うっかりすると唇切っちゃうじゃねえか。まあいいよいいよいいよ、回しゃいいんだからな、うんうん、全部欠けてるわけじゃねえ、うん、また欠けてるじゃん。何、茶の湯をたしなまれますか、バカ野郎。何言ってんだ、おめえ、まさかこれお前かけそばっていうシャレじゃねえか。え、何、たまに盛りそばにもなります。あ、お前これよく見たらお前まんべんなく綺麗にひびが入ってんじゃねえかこれ、お前なにこれ漏れるの、たまに。え、驚いたね、俺模様かと思ってたよこれお前。まあいいやいいや、どんぶり食うわけじゃねえんだ、要は中身なんだな。まずは匂いだよ。え、俺はそば食いだからね、匂い嗅いだだけで、ね、うまいかまずいか大概分かっちゃう。何しろね、新そばの頃はね、新酒、そう、浄土真宗の寺までそば食いに行くのよ。え、この辺のお前そば屋なんかお前だしの匂いなんかしねえ、お湯入れてるみたいなもんなんだからな。そこ行くとお前さんのところはふぅこれ目にツンとくるな、これ、これ何使ってんのこれ、かつお節使いすぎじゃないかこれ。まあいい、匂い食うわけじゃねえんだからな。いいんだいいんだ、まずはつゆだよ、つゆね。俺は江戸っ子だからね、ちょいと甘めの甘辛はっきりした味が好きなんだ。この辺の蕎麦屋なんかね、変に薄かったりお前ただ甘ったるかったりお前悪塩辛かったりするとか多いんで、なかなかちょうどいいのがねえんだ。うん、そこ行くとお前さんだからお前ちょっと俺にはちょっと無理だから、もうちょっと止めてくれ。驚いたねこれね。甘いとか辛いってのあるけどね、苦いとか渋いってなかなかないけど、これ漢方かなんか使ってんの。え、こんなことありません。あ、そう、まあいいねいいね、要はそばだからな、要はそばだから。え、この辺のそば屋見てみろお前、なんだかうどんじゃねえかと思うやつ結構出てるぜお前。あんなのお前どこの食いもんじゃねえよお前、そば細いのがねうちだな。そこともしたところお前ふてえなこれ。え、これ何、うどん、そばです、お前うどんが束になってるようじゃん。まあ、いやいや、この方が食いでんがってな、これでお前ポキポキしてみろよお前、大変なもんだよな。ベタベタだなこれな。え、まあいいやいいや、この方が消化によくて、そばのおじやだと思って食いゃいいんだよ。なんだよ。もうちょっと待ってくれ。そば屋さんよ、これ。ちくわ忘れてんねえ、ちくわ。さっきから探してんだけど。何？入れました？ああ、そう。この辺のそば屋なんかひどいよ。薄いよ。
紙みてえだもん、立ってられねえんだからお前見ていて痛々しいやな。お前そこにお前さんのところあったありましたよ、そこにへばりついてた。俺これも模様だと思ってたんだよ。これ薄いねえ、向こう側がお前透けて見えてんじゃねえかお前。これ包丁で切ったの？うそだよお前、カンナで削ったんだろお前。包丁です？いい腕してんね。なんでそばだけあんな太いんだよ。まあでも嬉しいのはこれが本物だってことだよ。結構この辺まがいもん出てるぜ、あのちくわぶっての。ふわいけねえよふわ。ふなんてあんなもんお前病人の食いもんだものな。そこでお前さんのところお前。うん、間違いない。本物の札。うん、いいの。いいんだよ俺病人だから、見ての通り頭も体もちょっと病気だから。な、うん、いいのいいの。お前さんこれ。屋台のそばじゃこれ大したもんだってこれね。うどん、うどんだっけ、そばだから、そばそばそばって。ああ、こちら食った食った、食いましたよ食いましたよ食いました。もう一杯って言ってるとこなんだけどよ、脇で町そば食ってきちまってよ。これ一杯一杯で勘弁してくんな。いいよございますよ。いくらで？16文頂戴ってさ、汚いこの野郎。銭はごめんだ。手出しな。ご支払い頂戴する。ゆえ、ひふみよいつむななや。おい、今何時だい？四つで。四つ？いつむななや。